Odin no Yoji. Gaia. させてやろう。共に破壊を。いつもなら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。 これからもその調子で励むがいい。俺と遊んでくれんのかい。いい汗かいたぜ。 そんじゃ、また遊ぼうな。悟空を難なく退けると、ならば我が愛がさらなる悪夢を見舞うてくれよ。怪しげな術さえ解ければ倒せぬ相手ではない。まずは落ち着いてあの術者を排除しよう。 唯一無双。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。 どうしてそんなに賢明でいられるのだろうか。共に破壊を。よし、敵の体に挑むおうちか。いざ参る。嵐のごとく。 今日は調子が悪い。あわよ。語りはここまでにしておこう。いずれまた会おうぞ。やだ。 清盛さんたらもうおしまい。じゃああとは私一人で楽しんじゃおうかしら。すべて滅んで。さあ先に進みましょう。ちょっと待った。見えちゃったわ。みんな気をつけて。この先でラッキーが何か企んでるみたい。はーい、皆さん、お待ちかねの出番よ。
やはり敵には備えがあるか。ガイアが見抜いた通りだな。あら、意外と動揺してない感じ。もうつまんない。これが弱肉強食。今日は調子が悪い。あわよ。さすがです。こっちをあなたならばと思っておりました。 来ちゃったの？そんなに私と遊びたいなら相手してあげる。ごめんなさい、もうしないから許して。なんちゃって。お楽しみはこれからよ。はい、注目、最強の助っ人さん登場です。お前たちの力 試させてもらおう。次から次へと小賢しい真似をやるな。お前たちならばあるいは見事その力があれば闇を払えよう。俺も共に戦わせてもらう。 ちょっとどういうことよ、ハヤブサさん。話が違うじゃない。<笑>お前たちに味方すると約束した覚えはない。さらばだ。敵の攻勢が弱まった今が好機だ。ガイア様が示された地へ急ぎ向かうとしよう。いつもなら素晴らしい戦いぶりだ。 どうしてそんなに賢明でいられるのだ。まさに無双と呼ぶにふさわしい力だ。オーディンが危機として飛びつきそうだ。残念でした。ここは通してあげない。共に破壊を。滅ぼしてやる。 さすがです。あなたならばと思っておりました。やめろ、食べないで。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。 そうだ、やるな。これからもその調子で励むがいい。だいぶ気配が近づいてきたわ。みんなあと少しよ。 おい、なぜ奴がここにいる。ロキの仕業ではあるまい。まさかペルセウスなのか。ペルセウス、やはり私をここへ呼んだのはあなただったのね。 なぜ君がここに。私に同じ過ちを繰り返せというのか。これは一体。それはペルセウスの一部。私が感じていた気配の正体。詳しい説明は後にしましょう。 今はダッキを倒すことに集中しなきゃね。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。この酒には生かせない。おとなしく我が餌になれ。
やるな。これからもその調子で励むがいい。敵は退けたか。こたびはオーディンの情報は得られなかった。ロキ殿、大丈夫ですか？顔色が優れぬようにお見受けしますが。いや、大したことはないな。放っておいてくれ。ロキ殿、俺は竜ハヤブサという。